山形県を二分して流れます。そしてその後は日本海へ注ぎます最上川、駆動路地にとりましては、まあ、母なる川最上川ですが、そこの船歌をお聴きいただこうと思うんです。で、1曲目は昭和11年の9月に山形県西村山郡大江町阿寺沢町の詩人だった渡辺邦俊さんと歌い手の後藤岩太郎さん、この両人がまとめ上げた最上川船歌、これが、今日皆さんが知ってます最上川船歌ですが、それを昭和42年に渡辺邦俊さんに指導を受けていたという佐賀江の橋場茂美さんと佐藤勝也さんの二人に無伴奏で、掛け合いっていうのはこんな感じでいいのかなと思って歌ってもらったものがありますので、それからまずお聞きいただこうと思います。よーいさのまかしょえーやこらまがせえーやえーやえーえーやえーどしょえさのまかしょえーやこらまがせさかだざいぐさげまんめでろちゃよいとこらさのせはやりかぜなどひかえいやこらまかせいまかんだいごのしょするにしょしょばくてくらわんやいちゃえいやえいえいやえどしょえさのまかしょえいやこらまかせいはやぶさやれみかのせもよいとこらさのせまみりくだと頼むぞえやえやえええやえどひょえさのまがしょえいやこらまがせいあの変なえんねげりゃ後悔のりもすねがたちゃえやえええいやえどひょえさのまかしょえやこらまかせ最上川船歌、橋場茂美さんと佐藤勝也さんでした。今の録音を撮らせていただいた時が僕が30で、
工藤老人が当時もすでに73ですがね。でこの時は僕は後藤岩太郎さんが歌を作ったという話は聞いては知ってたんですが、後藤岩太郎さんなる方が昭和28年にもすでに亡くなっちゃってますんで、本当の歌を聞いたことがなかったんです。だから尺八の伴奏を外してあとはまあ追い分けの部分と掛け声の部分を少し重ねればいいかなぐらいの素人考えでしたんですけども、後になってみたらだんだんそれだけではどうもいけなかったようです。でちょっと左手を皆さん出していただきますと、はい、生命線っていう筋がありますね、でこれでいきますと、最上川船歌を作った大江町の当て座っていうのは手首のところぐらい、それから指2本ぐらい中へ入ったところが工藤老人の生まれました御殿です。それからこれから聞いていただきます大石田っていうのはそのまた、ちょっと5ミリぐらい、先の方いきますか。でここの船歌をこれから聞いていただこうと思うんですが、そんで生命線ずっといきますと最後親指と人差し指の間、これが日本海だと思っていただいたら、その、生命線の尽きるところが坂田と、こういうふうに考えていただいたら大体見当つくかと思うんですが、で手の一番くぼんだあたりが心情と、生命線って親指に一番近いところの太い線ですね。太い線ですね、はい、中央線じゃないですで実を言いますと昭和40年の6月の4日に NHK の番組で全国音楽巡りというのが5時40分から6時まであったんですが、はい、この時に一編だけ出てきたんです。大石田の、船頭さんで高橋二蔵さんという当時70だって言いますから明治28年まで、工藤老人より一つ若いことになりますから、まあ、もし今健在ならば102歳ですが、でこの方が歌う最上川舟歌は、多分昭和9年に渡辺国俊さんたちがまとめられたそれ以前のもので、昭和11年に今の形になるから、その前の昭和9年に作った反省品というのか試作品というのかそれじゃないかと思うんですが、一編しかこの歌は世の中に出てこなかったです。あとは二度と聞くことないんですが、その歌高橋二蔵さんの追い分けの部分はほとんどそっくりですが、掛け声が違いますんで、そこのところを聞いていただくと面白いと思うんです。いやクラマガショクラマガショよいやしやらしよやらしよいさクラマガショおーじゃなぎだたよいやないよいやないとクラマガショよいさクラマガショいやクラマガショクラマガショよやらんせよやらしょよいさくらまがしょおー流すめだちゃよいやないよいやないどやらやんさのせいさかださまみでろちゃよいとおこらさのしはやるかぜなんどおしかによいくらまがしおー山がしがよいやないよいやないどやらまがしょいやくらまがしやらんせよやらしょよいさのまがしいやくらまがしょくらまがしよいやしょおー流すねだちゃよいやないよいやないどやらやんさのせいごてん
さのせまめでくだたんぞたのぞいよいさのまがしょうらまがしょうよいやしょうやらんせよやらしょうよいさのくらまがしょういやくらまがしょう最上川の昔の船歌大石田節高橋二蔵さんでした、この方が掛け声とすると今は整いすぎてるのかもひょっとしましたら、でじゃあこういうのをもともとは最上が歌ってたのかって言ったらば最上の船歌ってのは船頭さんによってみんな違ったようなんです。いろんなものがあったらしいんです。そうなんですか、はい。で昭和42年の話ですが、伊藤浅之助さんという人、これはあの今の最上が船歌を作ったあの後藤岩太郎さんのお弟子さんですが、僕が訪ねた時に58で明治42年生まれだったんですが、あの住んでました場所は山形県の西村山郡大江町阿寺沢より、朝日岳の方へ向かってまっすぐ田舎の道を行った右肩の籠屋さんだったという記憶があるんですが、もう30年前ですが、でこの方にあの歌を歌ってもらった時に昔 の, あの最上川の船歌松前に上がりって呼ぶのをよく歌ってたと、あるいは別名松前崩しというんだそうですけども、これは普通の追い分け節です。ちょっと試しに聞いてみてください。松前で小舟で屋根ふかい細めで富える網の古田あんずがでいる松前二上がりでした。まあ民謡の詳しい人なら、ああ追い分けの江差追い分けのちょっと古い形かな、マンゴータの方かなと、ちょうどその間ぐらいのところですがね。だから、船乗りさんたちはいろんなものを歌ってたんだと思うんですが、次に聞いていただきますのは民謡に詳しい人なら、ああすぐ分かる分かるというような歌です。でこれを歌ってってくださったのはちょっと話古くなりますが、昭和16年の5月の18日の話です。僕がまだ4つには12日足りない時代の話ですが、那覇のお父さん東村さんという、明治10年生まれ、現在生きていれば120歳ですが、山形県の東村山郡中山町大和田長崎最上川の船着き場のこのご近所で生まれて育ってきた方なんですが、この人がその昭和16年の時に NHK があの、仕立てました民謡視聴団というのが山形行った時に、町田歌唱という先生、僕の先生ですが、その先生にこの間うちの方で子供の頃聞いた最上川の船歌をあのラジオで放送になったっていうん で, でどんな歌だって言ったら、林言葉が徳杯殿へ名の絵それそれとこういう林がつくっていうんです。それはもう皆さんご存知での歌とすれば、あの岡山県の下津節、これっきりないんです、はい、ですから瀬戸内海の水が日本海まで及んで最上川を登って、で山形の内陸まで、同じ歌が届いてたと、そういう意味でこれからその那覇の東村さんの、昭和16年の録音、僕今60ですから、それが3つと、11ヶ月南部の時の歌ですから、それとその後
西口小夜子さんが歌います霜を告げる人、続けて聞いてみていただきますと、おしまいのそれぞれの林なんてまるでそのまんまですから、水はいかに遠くまで物を運ぶかという参考に聞いてみてください。博多あにまわよ関田の裏だよ、それそれ金のあるっちゃよ、チャラみがすよ、それそれ坂田今またよ、泣いて飛ぶか荒らすよ、それそれ銭も持たずによ、顔顔とよ、それそれどうせ買うならよ、船場町のアニマよ、それそれ三度買うならよ、おじんにゃいらぬよ、それそれ。縄野東村さん、下津井節、西口小夜子さんでした。ですから歳月というのは、奇妙なもんですね。今の縄野東村さんが65で歌った歌が、歌った時僕は、4歳に12日足りないんです。でもその時もすでに工藤直太郎さんは46になってますからね。でそれが後から行くと追いついて結構一緒に世間話ができるところへ、というのはありがたいんだかありがたくないんだかまあそれにしても酒田の港っていうのはそういう意味で戦国船が日本海を往来してた時は何でも日本中の流行り歌があって、でそれを最上川の船頭さんたちっていうのは酒田の港で覚えては船の上で歌ってた。でそれをたまたま、縄野さんが覚えてたという、だから一人たった一人覚えてるか覚えてないかっていうんで、それがまあそれこそ50何年か経って同じだ、水がつながってるなんて言えるんですから。そうですね、なんか歌の命綱というか、たった一本残った綱だったんですね。ですからラジオの前の方も何でもいいから覚えてるものは残すことを考えられたらいいんじゃないですかね。そうですね、お金だけじゃなくて、ね感動したものとか気持ちに残ったものを伝えていく、上手に伝えられなくてもそうですね、隣の方に伝えていく、後の人が捨てるのは簡単にできますから。そうですね。音楽からカルト後半です。話をもう一度もと、今の最上川船へ、歌へ戻しますと、はい、今の最上川船歌っていうのは坂田と歌いで始める追い分けの部分を芯にして、で前後にこの掛け声がついてるんですが、でこの追い分けの部分、
これがまあ初めから今のように形が整ってるわけがないんで、でその辺の話をその昭和42年にこの伊藤浅之助さんっていう後藤岩太郎さんのお弟子さんのところへ訪ねていった時に、あのいろいろあの昔話を伺った時に、後藤岩太郎さんがいじってた元のあのその追い分け部分の歌ってのはこんなもんだよって言って歌っていただいたものがあるんです。それをちょっと聞いていただこうと思うんですが、あの、ひょっとしたら西の方の人はあれ九州の人なんか特にあうちの方にこういう歌あると、実は長崎県の平戸市田助という港、玄海灘に面したところにありますけども、ここの港町であの盛んにあの広まって歌われたあの酒盛り歌に縁やらや、今は平戸節という名前で呼んでますが、東京の大島でいうとあんこ節、この手のものですけども、それがほとんどそっくりそのまんまあの最上川で歌われてて、これを今の酒田と歌い出すあの追い分け節のところに使ったようです。伊藤浅之助さんその時は58だったですね。僕の方から見たら30の僕にはすごい おじいさんに見えたんですが、今僕のが年上になりましたし、でもその時に僕が30の時に工藤さんは71ですからね、僕の倍年があったんですが、今僕は60になりますと本当は倍以上っていうと120以上なんだけども、でも追いつく方が早いですね。そんなわけで坂田と歌い出します。あの追い分け部分の元の歌の節回しはこんなもんだったんです。はるかに見るは処理とも子がよすずねか乗り来るいびすは福の神やらえやらええやらえど。昔の最上川舟歌、伊藤浅之助さん、そして縁やらやは中村理瀬さんでした。あの北海道の江差しでもって、大正から昭和の初めぐらいにかけてやっぱりこの手の歌が流行ったよって言ってあの年寄りの人に歌ってもらった録音があるんですがね、はい、その文句が今のこの伊藤浅之助さんが歌われた遥かに見えるはあの頼朝公か義経か乗り来る恵比寿は福の神、歌の文句ほとんど同じようなものがありましたから、だから多分日本海側ではかなり流行った時代があるんじゃないかと思うんですね。別に酒田だけが特別こういう
ういうものをあの西から来て受け入れたっていうんじゃなくて、日本海側の港町はどこでも流行り歌としてみんな歌ったと。で後になったらみんな耐えちゃったけど、たまたま、まあ、最上川の方ではそれが後に阿寺沢で今のこの形整えてうまく生き残ったと、そういうことじゃないですかね。海を通じて川を通じて各地に残った歌が最後まとまったのが最上川だった、ね。だからまあそれで最上川いろんなものがあったけど結局一つ残ったと、そしたら一つ残ると他のものが消えちゃう。ここが日本人はとってもあのまずいんですね。みんな共存で残せばいいんですが、どうしても一つ残るとあと捨てちゃうと、しんがりはあの今の最上川舟歌をまとめられました後藤岩太郎さんが歌います最上川舟歌ですが、林言葉が伊藤喜助さんで、今日はあえて古いのを持ってきました。昭和16年5月の19日に歌ったもんです。ああ、随分昔ですね。昭和28年に63で亡くなるその直前に歌ったものになったらもう変わっちゃってました。それは何が一番変わってしまったかって言ったらば、掛け声の部分がどうしても伴奏の尺八がついたり何かするとあの穏やかになっちゃうんですね。であの作った当時は後藤岩太郎さんたちは最上川に船を浮かべて実際に櫓を漕いでみてそれで歌を仕立てたって言いますから、それが明治24年までの方の話ですから、だからその時後藤岩太郎さん明治16年じゃなごめんなさい昭和16年で50歳ですからね、男盛りの一番の時に本気で作った、それがこの最上川舟歌で、まあ、節はともかくとして掛け声のところに本当にこの櫓で船が動いてくっていう感じ、これをもう一遍今の山形の人は復元するのか、それをどっかで気持ちの上で取り込まないと、ただ尺八伴奏で美声で朗々とこれではちょっと、なんだかエンジン付きの船みたいで作った後藤さんたちがちょっとやっぱり残念に思うんじゃないかなという意味で、この掛け声を大事に聞いていただくといいと思うんですが、よーいさのまがしょえーやこらまがせいやいやえーえーやえーどよーいさのまがしょえーやこらまがせさがまみでどんおちゃよいとこらたのしはやりかぜなどんしかねよにこらまかせまっかんたいごのしょするねちょちょぱくてくらわんねちゃえやえやえどよいさのまがしょいやこらまかせこってんはややりみかのしもよいとこらたのしまみでくだったとたのぞいこらまがせあの子がいにぎりゃ後悔のりもすにがったちゃいやえー、えー、やえー、ど
よいさのまがしょえやこらまがせ。後藤岩太郎さんと伊藤喜助さんでした。あの弾む分が一番伝わらないんですね。弾む部分は、はい、どうしてもあの節をなぞっちゃうんですね。だから船が進んでくっていう感じのあの躍動感みたいのが一番伝わらないようですね。実況のものをこの板の上で形にまた直すっていうのは難しいことなんですね。そうですね。よほどあの歌う人にその自覚がありませんと。